皆さんこんにちは。ザ・ブルーハーツの頃から奇抜なスタイルで注目を集めた河本大翔さん、その後もザ・ハイローズを経て現在は2006年に結成したザ・クロマニヨンズで音楽活動をされています。また2019年に始まった全国ライブツアーで2020年も全国を飛び回っているそうです。クロマニヨンズとしてテレビ出演で音楽番組に出られることもあり、2019年10月20日のラブミュージックにも出演されていました。その一方で彼には様々なデマが流れていて、薬物使用や死因といった噂もあったようです。今回は河本大翔さんの様々なデマ、現在の活動をまとめてみました。まずは河本大翔さんの簡単なプロフィールからご紹介します。名前は河本大翔、生年月日は1963年3月17日、出身地は岡山県、身長は174センチ、血液型は O 型。河本大翔の家族構成は父親と母親、そして弟が一人がいる4人家族で、彼は広報課の長男として生まれました。河本大翔さんは小学校から中学まで国公立の岡山大学教育学部附属小学校中学校通っていたようで、当時はそれなりに勉強熱心な子供だったのではないかと思われます。小学生時代には合唱団に所属していたようで、賛美歌などを歌っていたと語られています。河本大翔さんは中学時代にイギリスの人気バンドセックスピストルズに衝撃を受け、ここから一気に音楽に目覚めます。彼の音楽への思いは非常に強く、親には高校には進学せず上京してロックンローラーを目指すというも猛反対されたそうです。当時はベーシストに憧れていたようですが、その後ボーカリストを目指すようになり、高校生の時にボーカルが抜けたラウンドアバウトに誘われ、バンド活動がスタートしました。同バンドは彼にとって初めてのバンドであり、当時からボーカルを担当していました。ラウンドアバウトは当時のボーカルが受験勉強のために抜けてしまったことでボーカル探しをしていて、メンバーの一人が河本大翔さんに声をかけたことがきっかけとなっているようです。その後ラウンドアバウトはすぐに解散となり、大学進学とともに上京。その後1984年にザ・コートズというバンドを結成しました。この頃の河本大翔はすでに作詞作曲を手掛けていたようで、ザ・ブルーハーツのノーノーノー、人に優しくといった楽曲は当時から歌われていたようです。1984年にザ・コートズが解散となり、その翌年の1985年に大人気ロックバンドザ・ブルーハーツを結成します。バンドが結成されてからはライブ活動を頻繁に行い、徐々に話題のバンドへと成長していきます。そして1987年にリンダリンダにてメジャーデビューを果たし、以降は人気曲を多数リリースする大人気ロックバンドへと成長していきます。リンダリンダや青空などで知られ、日本の第二次バンドブームの火付け役ザ・ブルーハーツのボーカリストとして活動していた河本大翔さん。河本大翔さんが在籍したザ・ブルーハーツはその後1994年に活動休止となり、その翌年に解散しました。解散後にザ・ハイローズのボーカリストとしても活動。河本大翔さんをネットで検索すると関連ワードで死因と表示されるようで、その理由について調べてみました。ですが特にこれといった理由は見つからず、なぜこのような関連ワードが表示されるのかはよくわかりません。彼は現在も元気なままで、こうした関連ワードには少し悪意のようなものも感じられます。しかし河本大翔さんはザ・ブルーハーツの解散前後に思い悩んでいたようで、その頃に一度自殺未遂をしたという噂があります。まずザ・ブルーハーツの
主な解散理由はブルーハーツっぽいってのが窮屈に感じる、ブルーハーツはここが最高でここまでだという気持ちになった、4人で集まった時の空気とかムード限界を感じたといったことが挙げられています。メンバー自体は仲が悪かったわけでもなく、技術が足りないわけでもないというのは河本さん自身もインタビューで答えており、マンネリ化してつまらなくなったからという解散理由は常に変化を求めている感じがいかにもロッカーな気もしますが、一説ではブルーハーツの元メンバー川口淳之介さんが宗教幸福の科学にハマったため、それによってグループの雰囲気が悪かったともファンの間では噂されているようです。事実川口淳之介さんは2009年に幸福の科学が母体である幸福実現党から出馬もされています。ブルーハーツ時代に川口さんが作った曲は後半にかけて宗教色が強くなっていっているという話もありました。そんな様々なバンドの問題を抱えていた河本大翔さんはある日の日曜日、自殺を実行しようとしていたところ、つけていたテレビでガキツカが始まり、ダウンタウンのトークが面白かったことで自殺をやめたと言われています。このエピソードが元となるハイローズの名曲日曜日よりの死者が生まれたとも言われています。ちなみにハイローズは10年の活動を経てマーシーさんの活気を失った感じがしたという言葉通り活動休止に至りました。ハイローズ自体真島さんが主導でメンバー集めをしていたのに、2003年に白井さんが抜けたことでその頃から思うところがあったのかもしれません。ちなみに白井さんはハイローズ結成前もブルーハーツのサポートメンバーとして活躍されていました。白井さんがハイローズを脱退した理由とささやかれているのは河本大翔さんとドラムの大島健二さんがよく喧嘩することから、それに嫌気がさして辞めたという説と、年齢的に体力が落ちライブスケジュールについていけなくなった説というのがファンの間では脱退理由としてささやかれているようです。また白井さんはハイローズ脱退後もマーシーさんやヒロトさんとは今でも交流があるんだそうです。また河本大翔さんも昔から薬物使用の噂が流れていたようで、その奇抜なパフォーマンスや変わった表情、さらにはガリガリの体型などがその要因として挙げられていて、パッと見で異常者だと感じる人は多かったようです。ただこの噂が本当ならこれまでに逮捕歴などもありそうですが、彼はそういったこともありません。そのため彼の薬物使用は完全なデマだと思われ、異常者のようなパフォーマンス自体も彼のスタイルなのだと思われます。河本大翔さんはその奇抜なスタイルから障害者の真似をしていると言われたことがあるようですが、それは受けて側が勝手にそう思い込んでいるだけで、あれが彼のスタイルであることが多くのファンが分かっています。なぜそのような言われ方をするのか分かりませんが、彼が自分らしく生きていこうとしているのは歌詞からも十分読み取れます。また現在はザクロマニオンズとは別で、2019年にギタリストの内田貫太郎と共にブギレンという音楽ユニットを結成していて、こちらも第一線で活動を続けています。ライブ活動も頻繁に行っていましたが、現在はコロナ禍の影響もあってライブなどは自粛していると思われます。若い頃のヒロトさんは働く気もなく親の世話になろうとしているところをマーシーさんが、お前はやればできる子なんだよと叱咤激励し続けてきたそうで、血のつながりはないものの、マーシーさんが兄でヒロトさんが弟のような関係性なのかもしれませんね。ヒロトさんもマーシーさんに対し、自分にとって特別な存在だから彼の期待を裏切りたくないと語っていたそうです。ちなみにヒロトさんはそれとは関係ありませんが、
俳優の弟さんがいます。あまり知られていませんが、実は俳優の甲本雅裕さんは彼の弟です。年齢は2つ違いで、過去にはザ・ブルーハーツのカバーバンドを題材にしたリンダリンダリンダという映画に軽音部の顧問として出演したこともありました。生き様そのものがパンクである甲本ヒロトさんですが、私生活の詳細はあまり知られていません。やはり職業柄、家庭的なイメージはマイナスになるからでしょうか。実は一般人の女性と昔に結婚してる甲本さんですが、嫁さんや結婚生活、そして子供のことなどの情報がなかなかありません。最後に、現在の時点で分かっている甲本ヒロトさんの結婚、嫁、子供の情報について書いてみたいと思います。甲本ヒロトさんの嫁さんの名前は由美です。一般人ということで、顔も職業も非公開です。結婚した時期は2000年代前後で、結婚記念日は3月3日です。甲本ヒロトさんが既婚者であることを知らない人は多いです。古いパンクファンの間では結婚してるのは有名ですが、若いファンの間では知らない方も多くいました。一時期奥さんと離婚してるのではないかと噂がありましたが、2010年代にある雑誌の対談の中で、うちの神さんがという言葉が出て、現在も別れていないことが分かっています。嫁さんの情報に関しては何もかも非公開ではありますが、ネット上では様々な噂があります。まず名前が由美であること、そして馴れ初めは地元の岡山三沢山高校の同級生だったこと、他には一時期別れたり復縁を繰り返してた彼女が現在の嫁さんになっているのではないかということ。目撃者の話では、嫁さんの外見はモデルのように美しいということ、一緒に洋服を買ってる姿が目撃されたり、アメリカのドーナツチェーンクリスピークリームドーナッツが日本に進出した際に夫婦で食べに行ったというエピソードもあり、夫婦仲は良いと思われます。甲本ヒロトさんは過去に女優の酒井真希さんと不倫報道がありました。甲本ヒロトさんは酒井真希さんに1997年にヴィーナス、1998年にシャボン玉を楽曲提供しており、仕事を通じて仲良くなり男女の仲になったそうです。ちなみに甲本ヒロトさんの奥さんは不倫に対してちょっと怒って叱って終わりだったそうです。やはりパンクロッカーの奥さんは肝が据わってますね。嫁さんの存在は確認されていますが、子供の存在に関しては謎が多いです。甲本さん自身も子供については言及していませんし、当然公表もしていません。しかしハイローズに在籍していた時代に水道橋博士との対談で、当時にして幼稚園から小学校低学年ぐらいに娘がいると話していたそうです。その対談から20年以上の時が流れていますが、子供に関するゴシップの発言もありません。完全に隠しきっているのか、実は存在しないのか、その部分は不明です。ただ過去に甲本ヒロトさんが投稿、友達ができない子供に向けメッセージを送っており、その内容が良いお父さんそのものでした。そのメッセージですが、一時期ネット上でこの甲本ヒロトさんの不登校の子供に向けたメッセージが広く拡散されました。居場所あるよ、席あるじゃん、そこに黙って座ってりゃいいんだよ、友達なんていなくて当たり前なんだから、友達じゃねえよ、クラスメートなんてたまたま同じ年に生まれた近所のやつが同じ部屋に集められただけじゃん、趣味も違うのに友達になれるわけないじゃん、山手線に乗ってて、はい、この車両全員仲良く友達ねって言われても、いや偶然今一緒に乗ってるだけなんですけど、友達じゃねえよ、ただ友達じゃないけどさ、喧嘩せず自分が降りる駅まで平和に乗ってられなきゃダメじゃない、その訓練じゃないか、学校は友達でもない仲良しでもない好きでもない連中と喧嘩しないで平穏に暮らす練習をするのが学校じゃないか、
だからいいよ、友達なんかいなくても。仮に甲本ひろとさんに本当に娘がいたとしたら、父親として切磋琢磨していたのではないでしょうか。年齢的にはもう大人なので、子育ても卒業されていますが、今回は日本が誇るパンクロッカー甲本ひろとさんに迫ってきました。これからも甲本ひろとさんの活躍に期待がかかりますね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。